リンタンは中国の男子バドミントン選手。身長178センチメートル。北京、ロンドン両オリンピック男子シングルス金メダリスト。妻は2008年北京オリンピック女子シングルス銀メダリストのシャーンカオル。2020年に引退。リンタン1983年に福建少女区位に生まれる。6歳の時に地元のスポーツ学校に入学。 9歳の時に福建省のスポーツ学校に編入。その後、12歳の時に人民解放軍所属のバドミントンチーム81体に入隊。その後、着実に実力を伸ばし、18歳の時に中国代表に選出される。ジュニア時代は、10代からすでに世界ランキング1桁と早くから頭格を表していた同い年のアワビハルライに次ぐ2番手の 選手だったが、トップ選手の登竜門といわれる、アジアジュニア選手権で優勝し、世界ランキングも急上昇。中国代表としての地位を確かなものにする。その後間もなく世界ランキング1位となり、2004年の中国国内の熾烈な五輪代表争いをトップで抜け、当然、アテネオリンピックでは金メダル獲得を期待された。 しかし本番で1回戦敗退という屈辱を味わう。しかしその後のトーナメントでは本来の実力を発揮し2007年まで世界ランキング1位をキープした。北京オリンピックでは全試合をストレートで勝ち決勝戦でマレーシアのリージョンウェイを21から12、21から8の大差で下して金メダルを獲得した。この優勝によってバドミントンが オリンピック正式競技となって以来続いてきた男子シングルスの第一シードは決勝に進めない前年の世界選手権で優勝した選手は翌年の五輪で優勝できないという二つの神話を一度に破った2010年の杭州アジア大会では決勝でリーチョンウェイを破り個人戦の金メダルを獲得団体戦でも金メダルを獲得世界バドミントン選手権大会 世界選手権においては2006年2007年2009年で3連覇を果たし五輪開催年に世界選手権は開催されない2011年にも優勝している2011年の決勝戦でのリーチョンウェイとの試合はバドミントンの歴史に残る試合だという評価がなされるほどの熱戦であった2011年のヨネックスオープンジャパン開催時に ロンドンオリンピック後の予定について尋ねられ、引退はしないが、出場する大会の数を減らすだろうと答えている。ロンドンオリンピックでは、決勝でリー・チョンウェイを15から21、21から10、21から19と、フルゲームの末に下して、男子シングルス初のオリンピック連覇を達成。ロンドンオリンピック後にはほとんど国際大会に出場せず、 世界ランキングが100位前後まで落ちたが主催者推薦枠で出場した2013年の世界バドミントン選手権大会世界選手権で5度目の優勝を達成その後の挙手が注目されていたが2016年に開催予定の2016年リオデジャネイロオリンピックまで現役を続行する意思を表明したリオデジャネイロオリンピックでは準決勝で リー・チョンウェイに21から15、11から21、20から22とフルゲームの末に敗れた。3位決定戦でもデンマークのビクター・アクセル戦に21から15、10から21、17から21で敗れ4位に終わった。BWF ワールドチャンピオンシップス2013スポーツチャイナ。ありがとうございます。